こんにちは、ナフ太郎です。アリエクスプレスで買ったパチレイブンを紹介します。内容物は本体マガジン9番タイプのダーツが20発ターゲットです。スピードって書いてありますので、スピードって名前なんですかね。外観はかっこいいなと思いました。ちょっと近くで見るとやはりチープな感じが、はい。こうのっぺらいと言いますか、特に塗装もなく質感もザ安っぽいプラスチックって感じで、レールは一応ついてるっぽいんですけど、固定する場所がないのでどこで止めたらいいのかっていうのはその人の、塩梅になると思うんですけど、あ、これはちょっと緩くてダメですね。すぐちょっと怪しいですね。こっちはバレルは何かオプションパーツつきそうな見た目はしているんですけども入んないんですね。こう無理やりねじ込めば 2,3 ミリは入るんですけども、純正のナーフだとやはり安全装置、こういうの開けると打てなくなる仕組みではあるんですけども、普通に、はい、動きます。単3電池が4本入る仕組みとなっていて、マガジンリリースボタンを押して吸盤タイプのダーツとなっています。こんな感じで入れていただいて約16発入りますね。数の表示もなければ中身が見えませんので、何発入れていいのかちょっと分かりづらいですね。不親切だと思います、はい、入れるしたらアクセラレートボタンを押しながらトリガーを引くと弾が発射されます。トリガーが重いんですよね。引き切るまでの距離が長いですので、チープな感じが否めない。全体的にナーフ純正の弾がこちらのパチレイブンマガジンに入るか実験したところ入りました。はい。打てるのかどうかというところはどうなんですかね。普通に打てました。純正のマガジンは対応してないっぽいんですね。自分で微調整すれば使えないこともないかもしれません。アリエクスプレスで買ったパチレイブンでした。重くもなく送料込みで2300円ぐらいでした。マガジンが1個とか2個とかいろいろセット内容違うのがありましたので、まあこういうしょぼいターゲットとかね、別にいらないかなと。中断性は悪いと思います。相談数が16発ぐらいかなといったところで、見た目と中身がしょぼいような気がするレイブンでございます。ネタとして欲しいなという方は是非おすすめだと思います。この謎の取っ手のようなところはなんだかよく分かりませんけれども、別に私としては買って別に良かったなと思います。そんなに悪くないので、はい、全体的には、まあまあって感じですかね。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ほいじゃまた。